参ります。今しばらくください。よりも取ります。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、これ今日のこの全ての衣装でこれいかほど、まあ、この一着でこの衣装、はい、これトータルするとやっぱり7000万ぐらいかかる。だからこれね、贅沢って言ったらもうキリがない。そんな今の時代贅沢すんのよ。私はしょうがないのよ、見せなきゃいけないんだから。だから金かかるの。金かかるんだから。ただ借金しないだけいいけどね。羽生ちゃんね、大好きだった私。羽生可愛かったしね、昔紅白で会った時もね、すっごく礼儀正しくて、やっぱチャーミングじゃない、顔ちっちゃいしね。でも彼女ももう40歳になっちゃって、でも考えたらね、やっぱり彼女の中の潮時ってあるの。なぜかってこれ以上いっちゃって、そのまあ自分が年を重ねた時にあれだけのダンスとか、まあね、体力的なことを考えたらそれは当然だと思う。やっぱいい時に終わりたいっていう、これがね、あれなのよ。そうやって終わって伝説になるか、その集大年を重ねてもう本当にくちゃくちゃになって集大見せてね、稼ぐか、そう、稼ぐか、だからそのどっちかなのよ。だから私は集大見せて、そうじゃないです。私は集大を見せてヨボヨボになってもやり続ける三河よ。